ということで、念願の海が聞こえるの劇場鑑賞をしてきました。ついにという感じですね。海が聞こえるだけはね、映画館でまだ見たことがなかったので、一度は劇場鑑賞したいなと思っていたら、渋谷のね、文化村でやってくれましたね。海が聞こえるをね、やるとしたら調布のシネマフェスティバルでね、やってくれるかななんていう風に思ってたんですけど、思わぬところで渋谷の文化村での上映が突然発表されて、もう早速見に行ってきましたよ。この作品はね、まあ元々テレビ作品として作られたので、もう劇場鑑賞できる機会っていうのはすごく少ないんですよね。これまでにね、数回やってるんですけど、それはもう大昔の話で、まあ現在はね、もうまずね、映画館で見ることはできないだろうと思われていたんですが、まあ今回本当にね、上映してくれてよかったなと思っています。で、まあこの作品はね、テレビ作品なんですが、テレビで放送したのもね、すごく少ないんですよ。1993年に一番最初に放送されて、その後は2011年に1回ですね。だから合計で2回しかね、テレビ放送もしてないっていう、ものすごくね、露出の少ない作品なんですね。さらにね、グッズ化もあまりされてないし、書籍展開もね、少ないんでね、ジブリファンの中でも結構知らない人が多かった作品なんですね。最近はね、結構知ってる人も増えてきたかなと思ってるんですけど、僕もね、この海が聞こえるのね、不況のためにね、もうブログや YouTube でね、何度もね、宣伝はしてるんで、ある程度ね、認知度は上がってきたかなとは思ってるんですけど、それでもまあ他の作品と比べたらね、ちょっと少ないですよね。で、まあ今回ね、劇場上映されたらチケットはね、結構早々にね、売り切れたみたいですね。初日と土日のは。で、まあ僕が行った時もね、満員でした。見てる人は若い人が多かったですけど、まあ年齢層は割と幅広く入っていて、20代からね、まあ60代ぐらいの方かなっていう方もいて、結構幅広いファンがいるなと思いました。多分ね、初見の人もね、結構いたんじゃないかとは思います。ジブリ作品でね、まだこれ見てないやってことでね、見に来た人も結構いるんじゃないかなと思って、映画が終わった後にね、この人たち初見だったのかなっていうようなね、感想がね、ちょっと耳に入ってきたりもしたので。で、まあ30年のね、時を経てね、まあ徐々に認知度も上がってきて、ファンも増えてきてるんじゃないかなと思います。で、まあ僕もね、これは今回初めてね、劇場で見たんですけど、まあ、テレビではね、何回も見てるんですけど、やっぱ大型スクリーンで見るとね、やっぱ違うものがありますね。目に映るものがね、ちょっとね、テレビで見てるのとは違うんですよね。背景にあるね、小物に目がいったりね、あとね、キャラクターのね、ファッションもね、よくわかるんですよね。冒頭のリカ子のあの帽子をかぶったオレンジ色の服装あるじゃないですか。あれって、あの服装だけなんかリカ子っぽくないなーとか思ったりね、なんか改めてね、いろいろとね、思うところがありましたね。森崎拓がね、あのバイトで皿洗いしてるじゃないですか。その時に松野から電話かかってきて呼び出し食らって、そのままバイトをぶっちぎって帰るじゃないですか。あのシーンとかね、なんか森崎拓っぽくないなーとか思ったりね。拓って結構責任感の強いキャラクターじゃないですか。
ないですか。それなのにあそこバイトぶっちぎるんだとか思って、改めてそんなこと思いました。それからね、あの松野のあの20年後のことを考えてるシーンがあるじゃないですか。先生に抗議するっていう松野がね、僕はこの学校を卒業してから10年後20年後にこのことを思い出して、やっぱり先生たちのやり方は不当だったと思うと思いますっていう風に書いてあるんですよね。まあそれでさらっと通り過ぎるシーンではあるんですけど、初めて見た時はやっぱり僕はあの言葉は結構心に残りましたね。まあ、子供だったということもあって10年後20年後のことをね考えていかなきゃいけないなっていう風にね、しばらくその言葉がね心に残ってたっていうのはありますね。それからね、音響が全然違いますね。普通のテレビで見てんのと映画館の音響だと全然違って、効果音がすっごいよく聞こえる。あれこんな音鳴ってたのっていうような、今までねそんなに聞こえなかったものがねはっきり聞こえたんでね、ちょっとそこはびっくりしました。武藤理香子が東京に来た時に航空杯を飲んでるシーンがあるじゃないですか。あそこでね救急車のサイレンが鳴ってるんですよ。すごい遠くでね鳴ってるような音なんですけど、あこんなにはっきり鳴ってたんだと思って、そういった音でね日常感を出してるんですよね。普通に生活してるとまあたまにね救急車のサイレンとか、まあ車の通る音とか普通に聞こえるじゃないですか。そういった音がねはっきり入ってんですよね。学校で野球をやってるねそういった声だとか、あと学園祭の時のあのちょっと騒がしい感じね、それがねテレビで見てるのとは全然違った感じでね聞こえましたね。あとね映画館で見てねこれでもかと感じたのがね、このカメラですよ。カメラ、この作品っていうのはねカメラがねズームやねパンをしないんですよ。それはもう有名な話で、もう全部固定カメラフィックスで撮られてるんですね。一切動かないんですねカメラが。それは有名な話だったんですけど、この映画館で見るとねもう意地でも動かさないぞっていうね強い意志を感じるというか、これでもかっていうぐらいのねフィックスでね撮られてるんですよね。それがまたうまいなと思って、子供の時にね見た時には全然気づかなかったことなんですけど、カメラアングルが、まあ、宮崎監督や高畑監督とも全然違うっていうね。話してる途中でね結構ねパッパッパって切り替わるんですよねアングルが。それで全部ねフィックスだからね、すごくね映画館で見てるとめちゃくちゃ印象的です。これからねもしね映画館で見に行かれる方いたら、そのカメラをねちょっと意識してみてください。もう他のジブリ作品とは全然違いますから。それでまあズームもパンもしないって言ったんですけど、実は一回だけしてるんですよ最後に。それはどこかっていうと、まあラストシーンのタクたちがね、まあ大学生になって同窓会をするじゃないですか。そのラストのみんなでね高知城のねライトアップを見てるシーンで、回想シーンになるんですね。そこでまあズームされた高知城から徐々に引いていくっていうシーンで使われてるのと、森崎拓と武藤理香子が再会するラストシーンで、もうすごい印象的にカメラがパンするんですね。くるっと回るんですね。この時のために撮っといたんだっていうようにめちゃくちゃ印象的に使われるっていうね。改めてね望月監督うまいなって思いましたね。もう映画館で見るとそれがすごい印象的なんですよ。望月監督この時ねまだね34歳とかそのぐらいだったんですよね。ジブリで監督をされた方では最年少なんですよ。最年少で撮られたんですけど、まあこの出来栄えっていうねすごいなって改めて思いました。まあ、この作品はね気に入るか気に入らないかっていうのはね人によってすごく分かれるので、全員が全員ね気に入るかは分からないんですけど、でもねまだ見たことがない方はねぜひ見ていただきたいですね。気に入る人はね本当に気に入るんですよ。僕もねこれまでにねいろんな人にねまだ見てない人にはねおすすめしてきたんですけど、本当ハマる人にはハマって、まあロケ地巡りとかもね行くぐらいになると思うので、ぜひぜひまだね上映してると思うので渋谷の文化村でぜひご覧になってみてください。僕はねまあこの作品をね子供の時に見てしまったのでね、もうそれ以来ねずっと取り憑かれてるんですけど、大人になってから見るのとねやっぱりだいぶ違うんだろうなとは思います。僕はまあでも子供の時に見ておいてよかったですよ。まあ、この頃のねジブリ作品っていうのは本当に僕は影響を受けたなと思います。海が聞こえるをやって、その後に平成たぬき合戦ポンポコだったかな、それで耳を澄ませばもののけ姫と来て、かなりねまあ自分にとって印象的なジブリ作品が立て続けに上映されたなって思って、あそれからねこの渋谷の文化村ではね海が聞こえるのねサントラ CD や絵コンテや原作小説も売ってました。一応ねパンフレットも扱ってないか聞いたんですけど、まあ、今回は作ってませんということでパンフレットは売ってなかったです。今ここにあるこのパンフレットは昔作ったやつですね。アニメージュ特別編集の海が聞こえるパンフレットなんですけど、これは売ってなかったです。はい、そんなわけでまだ渋谷でね上映してるうちにぜひぜひお近くの方は見に行ってみてください。 DVD でね何回も見てるよって方も映画館で見てみるとね結構違った印象になるのでね、ぜひぜひ鑑賞をおすすめします。まあ、本当にね劇場鑑賞できる機会っていうのは少ないのでね、ここを逃したらねもう本当に一生見れないかもしれないので、はい、そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。